こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はストムカーベさんからの情報をコメント欄にいただきまして、なんと夢のように美味しいチャーハンがあるということなんですけども、実はねそのお店僕以前に行ったことがあるんです。行ったことあるんですけども、ラーメンしか食べずにチャーハンは食べなかったんですね。でそんなに夢のように美味しいんだとしたら、これはもうもう一回行ってチャーハン食べてみる気はないよねということで、横浜の方にやってまいりました。ちょっとねいい景色を見ながら黄昏ちゃってましたが、そろそろお店のオープン時間になりますので向かってみたいと思います。横浜港第三橋国際客船ターミナルというものがありまして、こういったねその港町っぽい感じのお店並びますよね。でこういった風景の中から突然登場しますのが今回のお店でございまして、急にドーンと、しかも一見ラーメン屋さんなのっていう感じの雰囲気も出しながらの、いきなり牛タンラーメンで書かれてますね。前あったかな、横浜唯一牛タンラーメンですって。そして麻婆麺もあります。そしてお店の名前がザ・ラーメン屋さんでございます。めちゃめちゃストレートな、いやちょっとメニューを見ていきますと、単品メニューラーメンから始まりまして、のり玉ラーメン、ワンタン、待って、こんなにいっぱいあったか。そっか、当時は坂本ちゃんに教えてもらって僕このお店に来て一緒に食べて、坂本ちゃんのおすすめを食べたっていう感じだったので、ラーメンの種類こんなにあるの気づけなかったんですけども、そういうことか。で半チャーハンのセットもあるね。ってことは牛タンラーメンとチャーハンのセットもあったりすんのかな。ちょっとメニュー数が多すぎて分かんないけど、もう1個2個かぶってないかなって思っちゃうぐらいの感じではありながらも、牛タンラーメンはここにあったあったあった、牛タンラーメンと半チャーハン29番隠れてるな。これ30番も何なら隠れてる、完全に30は完全にこの後ろに隠れてるよ。ちょ、半カレー、半カレーで牛タンラーメンと半カレーだ、30番は。では入っていきましょう。ごめんください、失礼します。久しぶりに来ましたけども、やっぱりこの席の感じいいよね。というわけで座りましたけれども、やはりこの空間ですよね。東南アジアとかの屋台に来たような感じにもなるような、気持ちに浸れるようなそんな空間でございまして、もうワクワクします。卓上にはお茶のボトルと調味料各種、ニンニクとかこちら唐辛子とかお酢とかね、そういうのがあったりしますね。胡椒もありますね。牛タンラーメンと半チャーハンのセットがいい。はい、お願いします。はい、お願いします。いい音、いい音、めちゃくちゃ向こうの厨房から漂ってくるいい香りが。はい、いただきます。おー、来ました。小ぶりな感じでチャーハン登場しまして、本当にスープのお椀くらいのサイズ感のチャーハン、あららら、夢のように美味しいんだとしたらもっとでかいの注文すればよかったって今思ってますけれども、めちゃくちゃいい香り、こんなにお腹がどんどん空いてくる香りなんだ、たまんないな。はい、牛タンラーメン、ありがとうございます、いただきます。はい、美味しそう。牛タンラーメンもやってまいりましたが、よろしくお願いします。じゃあ、はいはい、おー綺麗ですね、本当に。はい、ありがとうございます。珍しいよね、牛タンなんて。はい、珍しいですね。これから夢のように美味しいチャーハンですよね。そう、これ夢のように美味しいと僕も伺ってきました。もう堪能させていただきます。はい、いただきます。チャーハンめっちゃ行きたいんですけども、まずはラーメン伸びないうちに行きたいっていうのもありますので、ちょっと、おお、うわー、美しいスープだ。うま、これスープ自体が
鶏ガラ醤油の昔ながらのっていうニュアンスもありながら、めちゃくちゃ今お肉の旨味のインパクトが強烈に伝わってくるような、そんなスープでしたね。うま、いや、なんかもう馬肉っていう感じの肉感、肉肉さあふれる、でオイリーなスープでもあるんですけども、すでに唯一無二のめちゃくちゃうまいやつだったぞ。細縮れのめちゃくちゃ美味しい麺だ。やっぱりスープともよく絡む。でまるで鍵盤のように牛タンが置かれておりますけども、牛タンの量もなかなか多いですよね。ちょっと1枚食べていきましょう。やっぱりです、超柔らかい。柔らかくてとろけるとかじゃないの、とろけるとかじゃなくて、こっちの舌の形に従順に滑らかに寄り添ってくれる、そんな牛タンの食感でございまして、これそこまでめっちゃ厚みあるってわけじゃないんですけども、噛んだらむぎゅじゅわっと牛タン本来のうまみとこの美味しいラーメンのスープが合わさったうまいやつ、うまいハイブリッドうまいやつをじゅわっと吹き出してくるといったイメージでございます。そんで今ね、この薬味なんかも一緒に食べた時にね、ネギのすっきり感もこの中ですごく生きていくんですけども、びっくりしたのがなんかこの肉味噌みたいなのが乗ってるんですよ。結構牛タンの上にこの肉味噌が乗ってまして、この味わいとまろやかな醤油のスープの味わいの相性果てしないな。で肉オン肉の感じもわんぱくでも全体的には上品にまとまってるイメージ。では夢のように美味しいチャーハン、うわあ、うん、うん、いや、あっぱれすぎるチャーハン。一口食べて、あ、王道の感じかなとなったところで、いや、王道よりもだいぶ、まずお肉の感じが違うでしょ。このお肉一かけら一かけら、そんなにでかく見えないかもしれませんけども、これ小さな巨人里中くんです。もう一噛み一噛みからのじゅわ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 うまいやつ、出しっぷり半端じゃなくて、そこに来てのラードの香り、バランスのいいラードの香りと卵とか全体の塩加減とかがもうバッチグーすぎるの。ザ・ラーメン屋さんっていうから超王道のラーメンとかチャーハンが出てくるかと思いきや、王道の中の王様、いや、そういうことなのよ。見てください、こちら。やっぱりチャーシューが金華チャーシューです。赤いでしょ。いや、チャーハンの中に入ってるチャーシューが金華チャーシュー、これはテンション上がるよ。で本当にさ、こんなにお高く泊まってない感じのお店の雰囲気なのに、超有名店のさ、シェフとかがここで修行したりしてるんですって。それもかっこいいよね。でこれがね、あのマニアの方がおすすめの食べ方だそうでございまして、ちょっと辛みを足すんですって。でこれで食べていきましょう。でナルトもあるからね、嬉しいよね、ナルトの存在って。やっぱり、いや、これも正直僕はっきり言ってね、入れた瞬間にやべえと、ちょっと入れすぎたかなと、辛くなりすぎちゃって、この美味しいやつが随分変わっちゃったら嫌だなって思ったんですけども、大丈夫でした。あのくらいだと辛さがそこまでめっちゃ上がるとかじゃなくて、味変としてくっきりするくらいのイメージで、やっぱ癖になる美味しさがまた登場した感じでございますね。麺はもう全部なくなってしまいましたね、いつの間にか。もう美味しい、牛タンがありました。牛タン豊富。でもこれはザ・ラスト、ザ・ラストな感じですけれども、ちなみにザといえば、昔さ、ダイソーの商品ってさ、なんか商品の名前の左上にザ・なんとかっていうカテゴリー分けのね、ワードが添えられてたんですよ。
で、あれで僕びっくりしたのが、伸びる笛っていうのがあったんですけどもね、そのカテゴリーがザ・キーホルダーだったんですね。いや、そっちなんだ、ピックアップする場所ってザ・笛じゃなくてザ・キーホルダーなんだっていうのはまずびっくりしたんですけども、歯ブラシのさ、取り替えブラシのところがザ・電動だったんですよ。いや、ザ・磨くとか、なんかザ・洗面所とかじゃなくてザ・電動なんだと、そこピックアップなんだっていうのもあった中で、自転車のさ、サイクルロープも売ってまして、それがザ・便利でした。それでいいんだったらもう全部ザ・便利にならないっていうのも思いました。うん、うん、いや、美味しすぎました。ごちそうさまでした。というわけでザ・ラーメン屋さんにてお料理堪能してまいりましたが、やはり僕大好きでございます。あの外観ね、気づかずに通り過ぎちゃうかもしんないといった立地から、あの素敵な、もうワクワクしちゃうような外観で、ザ・ラーメン屋さんっていう王道ですよと言わんばかりの名前からの、その最上級だよといったお料理の質、すべてがたまらない感じでございました。本当に美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、桃奈々さんからのコメントで、ハイジさんに相談です。全然見覚えのない人から、うわ久しぶりって声かけられたら、ハイジさんはどう対応しますか？私は先日聞こえなかったふりをしてスルーしましたが、この対応は正解だったのでしょうか？正解なわけないよ。一番の握手じゃないのそれ。あの、無視はもう絶対ダメ。せめてちょっとずつ広い質問をしながら絞り込んでいきましょうよ。なんか、うわ久しぶりって言われて、あ、誰だろうって思っても、ああ、何年ぶりでしたっけとか、なんかそういうことを言ってちょっとずつ絞っていくのよ。で、6年ぶりくらいじゃないですかね。ああ、そっか、6年、あれ、あの時って他に誰か一緒にいましたっけとか、なんかそういう絞っていけばなんとかなる時もあるじゃん。だから無視はやばい。ただね、焦って絞り込もうとしすぎて、あの、僕ってそういえば前会った時とかってどうやってお呼びしてましたっけとか、そう、呼び方聞くみたいなさ、あれ、それでも名前を一気に出しちゃうみたいな時とかは、大抵なんかしないけどもね、あれ何でしたっけねって言われる。これも絶対なんかズバッと言ってくんなくて、こっちがあの何々さんって呼んでましたよねって言わなきゃいけないターンが戻ってくるから、気をつけて。さすらいの旅人さんからのコメントで、嫌いなタイプのステーキを食べてみようのコーナーはまだですか？まだです、まだですというか、やりません。嫌いなタイプのステーキを食べてみようのコーナーでございますとか言って、なんかうわーこれは見るからにとか、そういうことやるわけない。にゃん副大統領さんからのコメントで、総合警備保障と間違えてパトカーにパッシングしてそう、やりませんよ。だから、あの、僕のことをどんだけやんちゃな人だと思ってんの。そもそもね、総合警備保障だって思ってパッシングすることもない。それ何の意味があるの？そんなことして煽ってさ、やりませんよ。で、煽って、あ、やべ、パトカだったとか、ならないよ。シマリン TV さんからのコメントで、イニシャル D のイントネーション、アゴシャル D となんか、そういう謎のコメントを残してくれたんですけども、僕だから先日、動画の中でね、お店の中にありましたね、漫画のコーナー紹介で、イニシャル D があったから、イニシャル D って言っちゃったんですけども、その多分、イントネーションが違ったんでしょうね。ただ僕は、高校生の頃からずっとヤンマガで、イニシャル D だと思って読んでたんですけども、違うのね。で、この方は、その違うっていうイントネーションを普通正すために、なんか、これと同じですよって言ってくれればいいのにね。なんか、アゴシャル D っていう、うん、正すでもなんでもない、なんか遊び方をしてきました。ヘルゼンさんからのコメントで、5250円のハンバーグを乗せてるんですね。誰がハンバーグですか？髪型が。5250円かかってカットして、だから仮メロみたいになっちゃったよって言ってんのに、ハンバーグいじり初めてだわ。で、5250円のハンバーグだいぶ高級だよね。